共同通信も続落、まあそれにしてもね、まあ、今日は先ほどですね、まあ、共同通信の世論調査っていうのが、まあ、出ててですね、まあ、これによると、えー、岸田内閣の支持率が34.3%、まあ、34%で続落と。 まあいうふうに出てるんですけども、まあ、それに続けて不支持が48%ということでね、不支持は48.6%と、先月から7ポイントもまあ増えてると、急増していると、でも30、えー、だから先月やったらその、まだ 4, 4割あって、 ですよね40.8%だったみたいなんですけども、それがもう6.5ポイント下落と、もこれも急落と言っていいんじゃないのかなっていうぐらいね、不支持がもうその、ま何て言うんですか、こう逆転してるっていうかね、6.5ポイント下落して、7.0ポイント増えてるっていうことですか、不支持がね。まあだか ほどね、その、ひどい、えー、っていうことが、まあ、あったと、それは何かっていうと、やっぱその、まあ、共同通信でも書いてあるんですけども、やっぱマイナンバーの問題ね、マイナーカードの問題っていうのが、 まあかなりやっぱ僕は響いてるんじゃないのかなとで。共同通信が聞いてるのはマイナンバーカードの問題でですね。まあ政府として秋までに総点検すると、まあ、言ってるんですけども、それでも解決しない、えー、という答えは74.7%に上ったと。まあいうことでね。まあ、だからもう誰が考えてもね、それまた起きるやろうなとトラブルがね。 こんだけずっと毎日のようにね、そのマイナンバーのそのトラブルとか不祥事っていうのがね、まあ、続いてるわけですから、こんなね、総点検したところで、すべてが解決するなんて思うっていう方がね、僕はおかしいと思いますよと。 で、まあ僕はね、やっぱその、このマイナンバーの問題もそうなんですけども、まあ、これは共同通信のね、あの、説、説問というか質問には出てませんけども、まあ、ここね、数日、九州北部で大雨被害があってですね、で、えー、昨日から今日にかけてはですね、秋田の方でもすごく、えー、大雨被害があると、で、それでね、 に岸田さんは外遊をね、この間してたんですけども、まあ、九州北部の大雨のだってですね、その、まあ、あの、人命第一と言いながら、そういう、一応コメントは残しながらもですね、外遊に出かけてるんですよね。 ほんで、いつ帰ってくるのかなと思ったら、金曜から土曜にかけてですね、まあ帰国したみたいなんですけども、岸田首相はですね。でも今日ですね、またその、外遊に出発したと、ヨーロッパの方なんですかね。うん、なんか、あの、で、それでな、なんかね、こう、 やっぱ大雨被害、あの、についてね、やっぱもっと僕はコメントした方がいいんちゃうのかなと思うんですけども、まあ、これは大雨対応についてはですね、えー、政府全体で万、万全を期すと、いうことを記者団に述べて、そんでそ、その後、えー、外遊に出かけたということでね、で、これもね、その、まあ、共同通信、 のその記事としてね、まあ本当になんかもう2行ぐらいの記事ですよ、これ。大雨対応についてね、万全を期すと言ったっていうことなんですけども、ただでもすでにもう万全じゃないっていうね。いや、僕はここにもね、僕はね、その今後、えー、僕は、 あのまだ7月のね、まあ今日は16日、まあ、半ばですから、あの世論調査、今後の世論調査にも僕は影響出てくるんじゃないのかなと、うん今日からね、あの岸田首相はえ中東参 各国を歴訪するということで出発したということなんですけれども、ただやっぱ大雨被害についてのコメントがないっていうのは、僕はこれあまりにもね、ちょっと冷たい感じがすると、で松野官房長官にね、まあの、な、 は、あとを託すっていう感じなんでしょうけども。いや、僕はちょっとどうかなと。んで、河野、えー、このマイナ問題でのね、河野太郎、デジタル大臣もですね、なんか外遊してたと思うんですよね。で、自民党の幹事長である茂木さんまでがですね、なんか外遊してるっていうね。いや、じゃあこっち、もうちょっと大雨対応っていうかね、 まあ九州北部にしても秋田,に秋田県にしてもそうなんですけどもまあ記録的大雨でまあ冠水しているとまあの雨でですねその住居にねこう水がつかって浸水しているというのをね考えるとねやっぱもうちょっとそこを丁寧にねやっぱ国民に寄り添うという姿勢というかねパフォーマンスと叩かれようがですねいや もうちょっとね、こんだけその大きい記録的な大雨で被害が出てるわけなんで、いやそこがね、僕はやっぱちょっとあの国民世論っていうかね、僕はちょっと僕はね、あの、 きちんと読めてないかなっていうのは、僕は個人的に思いましたし、まあ、ネットニュースっていうかね、まあ、日韓現代とかでも、ですね、まあ、そういう、ね、大雨被害がこれだけ出てるのに、外遊に出かけてるとで、帰ってきたのにね、一旦帰ってきて、また外遊に出かけるっていうねで、その大雨についてのコメントっていうのが、政府全体で万全を期すと。 え、いうことだけを残してまた外遊に行ったっていうのは僕はね、これはね、僕ちょっと今後ね、あの、やっぱひどいんちゃうかっていうね、ことになるんじゃないのかなっていうのは思いましたね。う んで、やっぱり僕、昨日も喋りましたけども、やっぱその原発のね、福島第一原発の、まあ処理水、まあこれ汚染水ってね、あの、言ってたのにね、なんかこう、処理水って言ったらイメージ的にね、あの、いい感じっていうかね、なんか、 あの、あるかもしれませんけども、まあ、ここについても共同通信はですね、えー、質問というのをしててですね、やっぱその原発の処理水について、えー、説明不十分が80%と80.3%と、 まあ、いうことでねで、今後処理水放出、海洋放出っていうのね、海に捨てるっていうことなんですけども、風評被害が起きると思うかとう聞くと、大きな被害が起きるが15.8%、ある程度起きるっていうのは71.6%で、まあ、懸念する声が計87.4%を占めたと。87.4%ってのはもう9割ですよね。 で政府の説明が十分だとしたのは 16.、16.1%にとどまったということで、いや、これも全然ねあの、ダメですよと、まあ、きちんと説明もしてないですしね、実際ね。 IAEA、e、が、あの、なんていうんですか、まあ、安全というかね、まあ、認めたから、この海洋放出するんだっていうことなんですけども、ただ福島県のね、県漁連の会長さんもですね、改めて反対と。ただでも、 なんとなく仕方ないのかなっていうのはね、なんか言ってはったんですけども、まあ、今度、まあ、今月中なんですかね、えー、岸田首相が外遊から帰ってきたらですね、この県漁令の会長、福島県漁令の会長と話をするっていう、まあ、まあ、ことみたいなんですけども、まあ、そこで、まあ、あのー、県漁令の会長がですね、折れた形になって海洋放出をするっていう流れをね、 ま、岸田政権としては、ま、考えてるっていうことなんでしょうけども、ただ、このね、まあ、その風評被害が起きるかっていうと、あの、思うかというと、9割近くの方は起きるというふうに答えてるわけですから、そのね、これで海洋放出しました、これでめでたし、めでたしってことはならないと思いますね。 でまあ、僕は昨日も言いましたけども、まあ、中国がです、ね、もうこの、えー、処理水の原発処理水の海洋放出についてです、ね、えー、安全だというなら、えー、日本が使えと、日本で使えと、日本が飲めと、あのー、水をねんいやもうこ、そこについては、ね、僕は正論だなと思うんですよね、あのー、安全だったら別に捨てなくてもいいじゃないですかっていうね。 あの海に捨てることないでしょっていうね、あの海は下水道じゃないということもなんか中国は言ってたと思うんですけども、いやだからそこについてのね、僕はやっぱりね、きちんとした説明っていうか、説明したところでね、僕はね、あのあこれで納得しましたっていう。 こととにはならならいと思い思ますよねで、まあ、中国っていうのは、やっぱそり、まあ、外交カードとして、この原発処理水についてもね放出するなっていう面もあるかもしれませんけども、まあ、日本の、ね、立憲民主党だって令和新選組ですかね、野党も、ですねその韓国の野党と一緒になって、ですねやっぱり処理水の放出は反対だと。 いう共同声明というね、この間見合ったんですよね。だから韓国の、えー、共に民主ですかね。野党もですね、まあ、反対と、うん。だから韓国は、まあ一応与党としては容認ということなんですけども、やっぱり、それはね、嫌ですよっていうね。おーん。で、まあ、あの、海に捨てるっていうことについてもですね、やっぱり、 あの捨てて、今後も日本はね原発を使い続けるのかと、ねまた事故が起きたら、またこう,いうこ,とこういうことをするのかっていうことをね、だから僕はそこについてのね、僕はやっぱりね、あの説明っていうのが、僕はまあ説明を尽くしたところで、ですね僕は納得はされないんじゃないのかなと。うん まあ、公明党のね、山口代表ですらですね、まあ、この海に捨てることについてね、海水浴シーズンは避けるべきだっていうね、どういう意味で言ってんのかなっていうのが、<laughs> これ、本当に話題になりましたけども、まあ、炎上みたいになりましたけども、どういう意味やねんっていうね、やっぱりあかん、思ってんのちゃうかっていうね、海水浴シーズンに捨てるっていうのはね、こういう処理水をね。 んな、どこが安全やねんっていうことに僕はなると思うんですよね。いやだから 誰も納得しないですよと、海に捨てたところでね、で福島の県漁連の会長がですね、まあ、最終的に折れるにしろ、ですねやっぱり福島県の僕は、えーまあ、漁業にへの影響っていうのはね大きいと、ね、中国なんかはです、ね、もし海洋放出した場合は、えー、報復措置みたいなのを取るみたいなね、あのえー、宮城、福島とか宮城のも、えー ものをですね、まあ、金融措置でしたっけね、なんかこの、えー、輸入しないみたいな、なんかそういうことも言ってたと思うんですよね。うん、だから僕はね、捨ててめでたしめでたしじゃなくて、まあさらにね、僕はね、その影響すると日中問題にね、まあ、これも台湾有事とかも関連してると思うんですけども、ただやっぱりね、本当にあのー、簡単に捨ててい。 良かった、いいかっていう問題では全くないっていうね、僕はいいとこなしやと思いますね。で、まあ、世論調査でもこんだけ、えー、支持率が下がっているわけですから、まあ、さらにね、僕はね、あの、岸田内閣については厳しい、えー、世論の目っていうのがね、マイナ問題もそうですけども、まあ、この海洋放出、処理水の問題だったり、まあ、大雨の問題とかですね、他いろんなものが、えー、厳しい視線っていうの がね。僕は注がれ続けるんちゃうのかな？っていう風に思いましたけどもね。チャンネル登録よろしくね。